く起きてパトロール行きなさい。もう少し寝かせろよ。あなたが寝ている間にもお腹を空かせてる人がたくさんいるのよ。ボランティア活動なんだから好きにさせろ。起きろ。わかった、わかった、行くよ。うん、お腹が減りました。小僧、どうしたんだ。お腹が空いて動けないんです。ほら、食えよ。え、いいの？ありがとう。どうだ、うまいか。おいしい。よかったよかった。じゃあ請求書、アンパンナイト配達料で1万円ね。お金なんて持ってないよ。ほー、嘘は良くないよ。じゃね。待てよ。あ？姉ちゃんどうしたの？泊まる家がなくて。この金でホテル泊まれよ。ありがとうございます。てかさ、 LINE 交換しない？あ、もちろん。じゃあ今度飲み行こうね。はい、ありがとうございます。カンネット女だけが友達さ。それじゃあ全員揃ったな。先生、私服だっさ。黙れ、ほら早く乗れ。じゅうじゅうみんな、ほら早く帰れ。ほらほら、さっさと帰れ。ダサじゃねえお前、早く帰れ。おいしょ。で、おじさん誰？カメラマンだよ。今日は写真をいっぱい撮ってあげるからね。それじゃあみんな出発するぞ。あーと、その前にお菓子チェックをします。持ってるお菓子を回り出せ。はい、じゃあみんなよろしく。明日の約束、お菓子は300円まで。ガムは持ち込み禁止だからな。はーい。まずはキータだ。まさか300円超えてたりしないだろうな。はい、絶対超えてません。そっか、じゃあ一つずつ計算していくぞ。1 2 3 57 58 59 60 61。5円チョコが61個、合計305円。おかしいな、おかしいな。いや、セールで買ったので一つ4円だった気が。言い訳するな、全部出しな。あ、次ユート。僕は持ってきてません。ふーん、そっか。なんだこのタバコみたいなお菓子は。ボッシュだ。次、コンジュリ。はい。バナナはおやつに入りません。欲しいよ。次、ヤネスケ。はい。はい、注目。これはガムだよな。ハイチュウはガムではありません。はぁ、これはどう見てもガムだろ。チューイングキャンディーは柔らかくて噛んで消化吸収できる飴ですが、チューイングガムは天然樹脂でできているため消化吸収できないという違いがあります。うん、先生は味のないガムみたいにつまらない人生を送ってるからこんなこともわからないんですよ。うるさい、先生がガムって言ったらガムやんじゃねー。マッシーだー。おい、言えばはハイチュウ。トイレ休憩の時間です。12時にはバスに集合するように。1秒でも遅れたら出発するからな。ヤネスケ、一緒にトイレ行こう。トイレぐらい一人で行ってこいよ。いいから、ついてきて。ヤネスケ、待ってて。うん。まだ？もうバスの時間遅れるって。はぁ、行くぞ。
屋根助、キータ。残念ながら1秒過ぎました。出発しまーす。ちょっと待って、あっそうだ、ヒッチハイクしてみる。おい、誰か乗せてください。もうダメだ、遠足行けないよ。俺もヒッチハイク手伝ってやるよ。今からヒッチハイクしても間に合わないよ。まずは近くを飛んでるヘリコプターを日本列島上空に仕込んであるレーダーで確認する。ヘリコプターの位置を確認し SOS を意味するモールス信号を出せば。ほら聞いた、乗るぞ。でかすぎ。はい、到着だ。残念ながら2人ほど来れなかったが、みんなで楽しもう。先生遅いですよ。なんでお前がいるんだ。はい、じゃあレクの時間です。今日はオナー跳びをします。イエーイ。子供は体力が大事だからな。10回、100回、いや1000回跳べるまでお昼ご飯なし。1000回。頑張れ、私が頑張れ。いけ。それじゃあ、よーい、スタート。よーし、行くぞ。頑張れ。行くぞ。早く飛べ。おい、誰だよ。今のはユートだろ。キータのせいだろ。お前だろ。こんなんじゃいつまでたっても犬が食べられないね。みんな一回集合だ。いいか、お前ら。コンジュリー。はい。オーナーに入るには思い切りが大切だ。失敗してもいいから全力で入ってこい。ライダー。ユート。はい。オーナーでは姿勢をまっすぐ保つことも大切だ。そこを意識すればジャンプ力ももっと上がる。ラジャー。キータ。はい。オーナー中に鼻をほじるのはやめてくれ。集中しろ。ブラジャー。エンジンは。ラジャー。みんなで協力すれば旋回なんて夢じゃない。頑張るぞ。なんだお前ら、さっきのふぬけた幼女から変わったな。行くぞ。コンジュリ、行け。とりゃー。1、2、3、4、5。姿勢を正しく一定のリズムで。ラジャー。990、もう少しだ。頑張れ。995、996、997、998、999。あー、ごめん、手が疲れて離しちゃった。てめえ、よくも。おい、なんだお前ら、やめろー。なんだこれは。大縄ロボット完成。ちょっと誰か止めて。先生はずっとここでオーナーを回しといてください。我が名は無限ジャンプロボット。次の相手一体誰なんだ。本日のエレスケの対戦相手はこいつ。あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト。あい。パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。
最後に屋根ちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。屋根ちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。もう屋根助の家で遊べないしな。公園で遊ぶしかないか。もう一回だけ行ってみる。いいね。ただいま。あ、何してんのあんたたち。いい加減にしやがれ。もう屋根付きの家は諦めるか。ああ、公園で遊ぶしかないか。いや、まだ勝機はあるぞ。え？ただいま。お帰り。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫だよ、来てないから。玄関にはね。よし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 よ。あんたたち何言わせんだよ。ああ門町よ。門町の門町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。
怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。どういうことだ。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間に、また試しを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち、人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。それではお昼休憩の時間です。お昼はグラウンドに一番近い日陰の場所が最適だわ。あった。よいしょ。ん？あら、この場所は私が1年前から予約してたのよ。あなた、ここ私10年前から予約してた。これちょっと、あなたたち旦那だよ。何よ、ちょっとどうぞ。お前の嫁がめついな。お前の嫁もな。それでは3種目目、綱引きを行います。位置について、よーい、よし、あげて、そーれ、そーれ、キャッキャッキャ、楽勝だろ、弟、パワーじゃ負けないぞ。フォーメーションへ。やべなんでこれ、全然引っ張れねえぞ。フォーメーション Z。 いけー。おれ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 、白組、こんなに負けるようなような力じゃ優勝できねえぞ。お母様の乱入は禁止です。いいでしょう、人数は変わらないし、このピンチを救うのが母親なんだから。このままじゃ負ける。それが許されるなら私も参加するわ。綱が切れたため引き分け。私の勝ちよ。最後の種目は色別対抗リレー。赤組ヒーターユート、ヤネスケ、白組マッツー、アツタ、ケイタ。そして赤組と白組の点数は同点。つまりこのリレーで勝った組が優勝だ。負けないぞ。見るからにとろそうじゃねえか。楽勝楽勝。位置について、よーい。おっせき、これは余裕でない。てなんだよ。あんた、簡単には行かせないぞ。行け、キータ。キータ、うんこ野郎、この手を絶対離さないぞ。目が言えた。サンキュー。お兄ちゃん、頑張って。弟よ、あとは頼んだ。
だいぶ差がついてるし、これなら勝てる。私の息子に何してくれてるの。ママありがとう。純子さん、ラブ&ピースで行くんじゃなかったですか。人類の子供みんな可愛いね。これ私放ってみないよ。俺たちの間に安っちい感動ドラマはいらねえよな。当たり前だろ、あくまで勝ちにこだわる。スピードじゃ俺にはかなわねえよな。くらえ。死んで。ザマミロン。くそ。その靴なしじゃなんもできねえんだな。こんなのなくても。ヤネスケ。仲間の応援があれば。ヤネスケ。俺は走れる。ヤネスケ。負けたらゲーム一生禁止だからな。望むところだぜ。ゴール。勝敗が分かりづらいのでビデオ判定に移ります。ヤネスケ、お前意外にやるじゃねえか。ケイタもな、どっちが勝っても恨みっこなしだ。結果が出ました、こちらをご覧ください。判定するのが難しいため両者引き分け。スポーツに勝敗は必要ない。楽しむ心があればそれだけでいいです。いい加減にしろ。ハッピー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 みんなで make a good ride。物みたいなワイナーハッテー、なになに息子で一儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテー。